いいよ、やろうよ。私岐阜でカッコつけたからさ、仙台でもカッコつけたいよ。仙台の勝者に5月23日大阪、そう私の地元大阪で IC クロスインフィニティのベルト挑戦させろや。その3人のうちの勝者、今月末5月30日名古屋で勝者と私タイトルかけて挑戦よろしく。デスマッチとか皆さんやってるけど、それだけじゃないじゃないですか、今までやってるルールも。なのでね、面白いことなんかできるんじゃないかなと思ったんです。まずは決定戦ですよ。決定戦で勝たないことには挑戦もできませんから。ただ大晦日に結果ハードコアかなみたいなこと言っといて、結果デスマッチみたいになっちゃったんですけど、あれを踏まえて、じゃあ次何するのって、もし自分が挑戦するとして、ジャンが何をどういうルールで言ってくるのかわかんないですけど、そうギャップが悪いんですよ。ユキずっとシングルで負けて、ドロードロー負けて、またなんかドローで負けてみたいな。多少なりとも自分も、なんだかんだ試合数も結構増えてて、いろいろ経験できてると思うので、前とは違った藤田茜をユキに出してね、アメリカの決めれたらなと思ってます。